てか、これ思ったんだけどさ、あっちはこれ来期のブライトの姿説あるよね。あー、それはある。強そうやな。確かにワンチャン。ワンチャンね。もろもろ引き抜かれた時のブライトンの姿みたいな。そうよね。感はあるよね。来期仕様だよな、これな。まあ、三笘はさすがに移籍しないと思うけど、まあ、解説のマッカリがいなくなってる可能性は十分あるだろうし。まあ、下手したら三笘の可能性もあるし。まあ、そうね。で、ファーガソンいるし。バーゲンスーパーチャー、あざます。三笘さん移籍してるからブライトンのサッカー楽しく見れてるって思ったけど、仮に三笘がブライトンに在籍してなかったとしても見入っちゃうと思う。それくらいのブライトンのサッカー見てて面白い。そうよね。まあ、三笘のおかげで、ブライトンの面白さが、世間にバレたのも嬉しいね。うん、いや、そうね。マジ、デゼルビが、引き抜かれない限りは、反映するんじゃないかって。てか、とりあえずおもろいだろっていう、のが保証されてんじゃない、誰が言おうが。それは間違いない。うん。しかも若いしね。若いしね。なんか、いい感じに若さとベテランが融合してるイメージあるっすよ、ブライトンは。そうね。うん、なんか、バランスいいというか、年齢層の。バランスいいというか、なんだろう、その、最小と最大のここが強すぎて、結果的にここで収束するっていう。そうそうそう。中央値はバグりそうだけど。これソリーマーシュは結構まあね。引いてんじゃないですか、ミドル世代を。今、ミルナを取ろうとしてんだっけ、確か。ブライトン。ミルナ？そう。ミルナ契約切れるからって、ミルナを入れようってしてると思う。欲しい。あ、そう。ジョアン・ペドロ。あ、そう、ジョアン・ペドロも来るんだよね。だから、なんかあれ、強えな、このチーム。まだ、まだまだ強えぞ、おい。プラス、カイセド・マカリスターが売れたら、その値段で、有望な若手がまた来るわけでしょ。でも、こういうチームに限って、高え若手活躍してんだよな。そうなんだよな。そうなんだよな。でも、ブライトンのことやしな。そうなんだよね。生かす可能性はあるし。うんうんうん。まあ、なんか、しばらく降格しねえだろうなっていう。そうよね。全くもって。すげえな、なんか。すげえな、なんか。チーム、夢あるわ。ユースさん800円されてございます。ジョアン・ペドロ獲得で三笘移籍説再燃してますよね。いや、まあ、ペドロは違うんじゃねえの。なんかむしろ、さらにもう、前線の枚数の、あれだと思うけどな。それによってね、メディアが三笘移籍すんじゃねえのっていう、まあ、そういう風にね、燃やすのはわかるかもしれないけど。まあ、それは納得っすね。うん。メディアからしたら盛り上げる絶好のチャンスだからね。ただ、まあ、どうでしょうね。ジョアン・ペドロってどこやんだ、うん、基本。割とどこでもできるイメージなんだよね、あいつ。ワットフォードも13位が苦しんでんな。ペドロは頑張ってるね。ペドロ頑張ってるけど。うん、左右どっちもできるもんな。ジョアン・ペドロもまだ21歳。で、ミルナは37歳だから。すごい振れ幅。イングランド選手だから。っていうことで、ライスより欲しい選手いないですけどね、今。いや、俺、カイセドとはめっちゃ迷ってたけど、マドリー行きたい発言見て、よし、ライスにしようって思った。あれ、行くよ。数年後、マドリーに。あの顔は。マドリー顔、マドリー行きたい顔してるから、カイセド取ったとってなんかもう、3、4年でマドリー行きそう感が出てたから。確かに、3、4年経っても24、5とかだ。4、5とか6とか、そんなもんだから、うん。南米の選手のマドリーの憧れはガチだからね。やっぱ、信じるのはブリティッシュよ。25とかでマドリー行くとか、可能性出てるからな。そこら辺でね、どんだけアーセナルが魅了できるかによりますね、カイセド移籍しないように。まあ、ただそのずっとそのモキモキを抱えるの嫌じゃない、意外とそうでもないんじゃない。まあ、それやったら全然いいんだけど、でも何なんだろう、最初から割り切る、すでにちょっと頑張ってくれみたいな。そうね、まあまあそうせざるを得ないし、っていうこと考えると、まあでもライスか。正直、チャーミーに鏡がいるから必要あるとかって。まあ今は必要ないんじゃない。まあね。ただ、カイセドの実力だけはマジ本物よ、あれ。バケモンオブバケモンよ。まあ、そう。同じ21の時のライスと比べても全然カイセドとか上手いと思うし。確かに、それはそうだな。考えて、次のカイセドがこの夏別のクラブに移籍して、で、多分マドリーに移籍するの多分早くても4年後とかだと思うんだよ。で、25ぐらい。どんな化け物になってんのか、もうちょっともう怖いぐらいでしょ、逆に。そうね。まあ、その時はマドリーのね、台所事情もどうなってるか。そう。わかんないし。わかんないからね。うん。いやー。大きな怪我なければね。いや、あいつはもうとんでもない、とんでもないことになると思うよ。うん、